はい、こんにちは。今日からですね、この新しいキッチンで皆さんに料理を紹介することができますよ。いろんなアングルからね、画像が撮れるので皆さんもきっと見やすいんじゃないかなと思います。そして私自身もね、こう広々としてるんで、とっても仕事がしやすくてですね、いい動画ができると思いますよ。そして今日ご紹介する料理はですね、中東とか地中海地域によく食べられているフムスという料理なんです。この料理のメインはですね、ひよこ豆なんですけど、ひよこ豆は栄養価が高いですよね。それにごまのペーストとか、ニンニク、オリーブオイルなど混ぜて食べるとね、とっても美味しいんです。もうおつまみに最高ですよ。それじゃあですね、材料紹介しますね。こちらから今日の主役ですね、ひよこ豆。これは水煮を使います。乾燥したものもありますけどね、やはり一昼夜お水に浸しておかなきゃいけないので面倒くさいですよね。それからですね、練りごま、白い練りごまを使ってます。エクストラバージンオイル、そしてニンニク。ニンニクはね、中火のものでも大丈夫ですけど、やはりですね、風味とかですね、ピリッと辛い味はね、どうしても出ないので、今日は生のニンニクをすりおろして使います。そしてレモンの果汁ですね。このパセリはですね、トッピング用に使います。これパセリじゃなくてもね、普通の大葉とかバジリコなんかでも風味が美味しいですよ。材料は以上です。それじゃあまずですね、ひよこ豆を鍋に入れて一度沸騰させます。豆と一緒に入っているこの煮汁で煮返しますよ。思ったより煮汁が少ないですね。アクが出てきたらすくい取りますよ。こうして煮返す時もね、中途半端に加熱すると傷みやすい原因になりますのでね、芯までしっかりと火を入れますよ。これで十分に芯まで加熱できました。そしたらね、煮汁と豆を分けておきます。この煮汁は大事ですから、間違って捨てないでくださいね。また後で使うんですよ。このまま粗熱を取っておきます。ひよこ豆のね、粗熱が取れましたので、これをですね、フードプロセッサーで攪拌していきます。これを攪拌する前にですね、トッピング用に10分ぐらい取っておきます。まず軽く粗挽きにしてからですね、高速で攪拌しますよ。まだ少し粗いですけどね、他の材料は後から入れて回しますので、このくらいでいいでしょう。それではこれから他の材料を入れていきます。練りごまはですね、中に沈殿してますのでね、よーくこうやって揉んでから加えてくださいね。すでに計量してありますので加えていきます。中東でもね、タヒーナというごまのペーストを入れるんですよ。はい、レモン汁です。はい、次はね、ニンニクなんですけど、今日はね、生のニンニクをすりおろしてですね、このくらい使いますよ。それからこういったチューブのものでももちろんいいですよ。そしてですね、ニンニクの匂いが苦手な人はね、この皮付きのニンニクをですね、これから電子レンジで1分ぐらいチンします。そしてですね、この中に加える。そうするとね、ニンニクの匂いが軽減されますよ。このね、火の入れ方だけやってみましょうね。まずね、キッチンペーパーで包みますよ。そしてですね、お水の中にちょっと浸します。じゃがいもなんかもね、同じような方法で加熱しますね。そしたらですね、ラップで包んで電子レンジで1分です。簡単ですよね。はい、これ1分経ちましたよ。もう触ってもね、ふわふわとで、ね、ソフトです。まだ熱いので気をつけてくださいね。そしてこれをさっとこう取るとですね、ほら、ふわふわのニンニクが出てきました。このままですね、もう丸ごと1個入れちゃっても大丈夫です。それで今日はね、生を使いますのでね、これくらい使います。オリーブオイルを入れますよ。回して入れましょう。そして下味程度にね、お塩です。で、胡椒ですね。これではまだ硬いですよね。これをですね、先ほど取っておいたひよこ豆の煮汁を加えてですね、柔らかくしていきます。はい、最初は少し入れてですね、もう一回攪拌して様子を見てみましょうね。はい、だいぶ柔らかくなりましたね。これでもまたちょっと硬いかもしれませんね。まあお好みなんですけど、
こう取ったらね、ちょっとボトーっと自然に落ちてくるぐらいの硬さがいいと思います。ですからもうちょっと入れましょう。いいですね。はい、これぐらいでいいと思います。はい、それじゃあね、ちょっと味見てみますね。結構ね、ひよこ豆とね、ごまがうまくマッチングしてますね。さあ、これでもういいでしょう。そしたらこれをね、ボウルに移しておきます。たっぷりできましたね。なんか信州味噌みたいですね。3、4日冷蔵庫で日持ちしますよ。トッピング用の豆はね、粗く刻んでおきます。さあ、盛り付けていきますよ。盛り付けるときはね、スプーンなどで平らにします。こうするとね、パンとか野菜につけて食べるときにとっても食べやすいんです。そしてスプーンの先で円を描くようにしながらくぼみを作ります。このくぼみの中にね、最後にオリーブオイルを流し込むんですよ。刻んだひよこ豆をね、トッピングしてオリーブオイルを回しかけます。胡椒で風味をつけます。最後に粗く刻んだパセリのみじん切りを振りかけて完成です。はい、いかがでしたか。今日の料理はね、好きな人は好きなんですよね。しかもですね、栄養満点です。タンパク質、脂質、食物繊維、ミネラルなどね、同時に摂取できますのでね、健康的で嬉しいですよね。フランスのスーパーにはね、必ず並んでます。それほど人気のある商品なんですよ。パンにつけて食べたりね、野菜のディップにして食べたら最高です。皆さんぜひ挑戦してみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。